はい、メダカ族ドウェス、いつもご視聴誠にありがとうございます。今台風17号が鳥取県の沖合を通過中です。今ちょっと強めの風が来ましたね。だいたい平均15メートルぐらいの風が今吹いてるような感じなんですけど、時折瞬間でもう少し強めのやつがガッと来るんですよ。暴風域入っています。ただ予想していたより弱いかな。福岡とか長崎、まあ、九州の北部の状況から比べたらまだまだ大丈夫そうです。まあこれ以上は強くはならないと思うので、今から餌やりをやります。普通に泳いでますね、じゃあ餌やりやるんですけど、いつものようにやっても多分風で餌が飛んじゃうと思うんですよ。だからいつもより低めの体勢でやっていきたいと思います。あーでも強いね、やっぱ風強いわ。あ、飛ぶわ。産卵してんのかな。産んでるな。産卵してますね。今朝は気温が24度、まあ24度ぐらいなので、あれどこ行った、産みますね。23度とかだとやっぱ産んでくるんで、飛びそう。やばいやばい、ちょっと撮影困難ですね。思ったより風強くなってきた。背中がすごい濡れてきた。今風に背を向けてるんですけど、やばい、傘が意味ないです。ちょっともう撮影中止します。ではすいません。やばいやばい、メダカ族どうでした。ピヨヨン。